お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の。もうええ。そこまでや、上流。それ以上やったら、この船出られんようになる。何ボサッと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ、ふざけんなこれ。お前生きて帰れると思うとんのか。なんや、聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺す言うんか。自分とこの親父やられて引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分、西谷会長の言いつけに背くんか。ああ、さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何言いばっとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。ニワトリ？そしたら何か？お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか？そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ、待ってくださいよ。ええやろ。うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら、大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわい。身の程わきまえろや。すまへん。すまんかったな。もう行ってえで、上流。西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや、大変そうやったな。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんた、どこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。もしもし。俺です、鶴野です。今やっとこっちもキャッスル出てきたとこで。そうか。西谷はどうなった？目探した途端まるで盛りなついた猫や。発情しきって下手したら俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追手がかかります。西谷自身は出てこねえんだ。横着しやがって。今の基人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。なら、ちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと？500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば？そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。
上流。ああ、はあ、何、おい、うーん、はあ、ああ、上流。どれにするん。どれにするん。
時間食っちゃう。何？クソ。よろしくな。せやな。えらいこっちゃ。上流。バッチリ頼むで。上流、町出るんやったら気ぃつけや。鬼人会がめっちゃあんたのこと探してるで。えらい剣幕や。へえ、そうだろうね。あんたってあんま目立ったらあかんのと違うっけ。好きでこうなったわけじゃねえ。だがまあ、少しの間お騒がせする。は？どういうこと？任務上必要なことをするってことだ。やっぱりようわからん。
いつも遊んでるゲーム、もうすぐ新しいの出るって聞いた。ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったろ、オンニキル。何に使うつもりかご説明いただけるんですよね？西谷をおびき出すのに使うんだ。あいつは鬼人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせて、こっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやるさ。挑発？鬼人会の追い込みでビビってるはずの男が蒼天堀の夜を豪遊してたら、奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見物だぜ。それじゃあこの金、豪遊のためでっか？せやけどもう鬼人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷マジであんたをやりに来ます。いいか鶴見、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今更はした金だろう。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまおう。なるべく西谷の目を引くようにな。どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの町で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。どの店だ？わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。ジャブジャブ使ってろやないですか。ああ、指示堂のやつもそこに呼びます。カマワンでしょ？もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。そうか、この店だった。キャバレーグランド、ご存知で？ああ、前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店ってのも納得だ。なるほど。頭、先にやらせてもらってますわ。いつもは呼び出してもこんな早う来んのにな。珍しいな。獅子堂上流。俺までご商売に預からせてもらって、好きなだけ飲んでええとか。ああ、今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。え？嘘！あー！すごーい！今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。
金が足りなきゃもっと出せ。お、ほんまでっか。なんとまあ。かしこまりました。では上流様、グランド一同、真心込めておもてなしいたします。皆様お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へあちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。いよ、上流様。頭、キリュウさん、これ人目忍んで生きとった反動っちゅうことですかね。当たり前やろ、他に何がある。これで分かったな。今みたいな要領で名前を売っていく、すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。ええ、まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえ。あんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんやねえ、頭。おう、せやな。もうえやったるわ。次あれです、カラオケ。カラオケ行きましょうや。うちの組員も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。見つけたで、上流。派手に遊んでるそうやな。我ずいぶん舐めた真似してくれるやないか。上流、あいつら鬼人会のもんですわ。ああ、やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、上流は渡してもらいます。文句ないやんな。ドアホ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。上流はうちの客人や。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えっちゅうわけかい。西谷会長にはしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら直接俺んとこに来いとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。奴らまだまだ来るだろうな。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら。確かに。じゃあ次だ。今夜は蒼天堀。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。
どないしました。急にどっ失敗しました。待ったってや。さて、一目引こう言うたらやっぱ女です。なるほど。おう、お前ら店回って何人か連れてこい。えい。急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。シシドウさん相変わらずやね。どないでっか、ジョーリュー。この子たち蒼天堀のオールスターです。ふん、確かに悪くね。ジョーリューさんってクールなん？クールなのは嫌いか？お金持ちのかっこいい男はやっぱりクールやないと。うちの客人によう言うた。ほれ、ご褒美や。ああ、ほんま、どうもありがとう。お金のシャワーもっと浴びさせて。ええ調子ですわ、上流。こういうんがお望みやったんとちゃいまっか。ああ、飲み込みが良くて助かる。金を使わなきゃなんねってのも一苦労だな。言うてくれたらまたいつでも手伝いますわ。どっちか言うと得意な仕事や。分かった、覚えておこう。お気に。腹が減ってきたな。お、ここにうまいと評判の店ですわ。ほまでこんな店で初めてごちになります。あれ、鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。あ、いや、そうやったっけ。頭はよその組幹部との付き合いやらで、おい、あんまりしもじもと。なら見ろよ、鶴野。みんな、おう、お前らスタグ。せやけど頭、こんなうまいもんわしら、はあ、高いもんはやっぱうまいんやな。なんや、泣けてきますわ。アホ抜かせ。どうぞ。いや、でもほんま、わっ頭、みんなで一緒に食う飯は、うん、酒もうまいぜ、鶴野。いや、もう何遍乾杯さ。3000万使い切る気で飲んでるからな。これ断れまへんで、頭。ええやないですか。乾杯しましょう。ったく、じゃあお前ら、えい、今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。乾杯。乾杯。ふう、うまかったな。今夜はほんま、こん、ごちそう、ほん、おげ、お、ち、ちょ、待っとって。そうや。いらちなやっちゃ。ハハハハ！
ったく時間食っちまった。何かありましたか。よし。おめもやりやも。どの曲にするか。この歌を送るぜ。深く愛したら俺に振り向いてくれるのかい。何度も傷つき泣かされてきたのに、まだあいつのことが好きなんて。幸せ色の人並みに涙よどうか埋もれてくれ。不甲斐ない寂しさ、ちっぽけなプライド、あぶり出すようなジングルベル。あの子が吹き消し微笑む姿、夢見ていたライターで灯したタバコにロマンチックな雪が降り積もる。さよならされない、もうすぐ愛しいあの子はあいつの腕の中。さよなら降りない、プレゼントの配り先のない哀れなサンタクロース。世界中が愛で満ちる夜に、さよなら俺のサイレンラー。少し休憩しましょうか。思いっきり歌ったな。あマッチ。なあ次の。そうなる。次の。もうこんな機会ない。ついてきます。なんかありましたか。次はクビッポン。手加減しないぜ。うお、怖っ。力みすぎだぜ。
残念でした。どうした？ふん。おお。残念でした。あちゃー、力みすぎだぜ。よし。ほう。くそ。残念でした。あー。どうした？残念でした。あちゃー、力みすぎだぜ。残念でした。よし、負けてられねえな。あ、どうした？いい調子だ。ほう。ふん。ほう。よし。ほう。くそ。残念でした。どんなもんです。くそ。
負けか。結構自信はあったんだがな。ははっ、ただのまぐれですわ。行きましょうか。おい、寝てろ。急にどないしました？恵比寿屋、次はここでっか。いかがでございた。
たく、時間食っちまった。なくなりました。自分い、お、うん、兄貴、お、さすがで、こ、さあ撃つか。ふん、しまった。しまった。しまった。ふん。しまった。よし。しまった。
超マッタリだ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。もしもし、鶴野です。どうやら救命の作戦が当たったのかもしれません。桐生さんに怒り心中。よし、西谷桐生さんを追ってくんなら想定。そうか、会長がどこにおるか。せやけどキャッスル出たんやったらあの人には悪いですが、しばらく動け。なあ上流、ちょっと今鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。上流出さんか言うて。まずいな。グラな、うちのネットワーク。ああ、鬼人か。20とか30言うてた。結構な数だな。わかった。よう。おおっ、オーナー。さあ行くぜ。Ugh!
立たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら止めねえかな。くそげ。西谷はどこにいる？キャッスルから降りたんだろ。奇人会は闇に潜ったとこからが真骨頂や。敵に回したらもう、お前も親分のここにいるほか。おうよ、わしらは知らんで。要は親分に信用されてねえんだろ。ほなお前らみんチンピラが人の店め、この始末どない。あんた上流様、こいつら急に店入っ、女の子たちもみんな、いや、こんなことになったのは、そん弁償やったらこいつらにさせますさかい。どうみ、それはどうでしょうね。花はこちらのお店に被害が出たのは想定が、責任の一端はですので、ご心配な、被害額のお見積もりだけいただ、どこのどなたか存じませんが、私は花輪と申します。花輪様。あなたも本当に立場をわきまえてるのか。500億の仕事だからね。西谷をキャッスルから降ろしたまで、そこで早くも行き詰まってしまう。まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲って、彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。事態は進んだように見えて、実はかなり、わざわざそんな闇を、敵は近江連合でも抜きんでた力を持つ組織です。鬼人会の名前なら渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。西谷の居所でしたらか、もしくはそこを例えば闇に隠れている敵を引きずり出すこと、相手が一番いい。極道にこんグラ、あなたゼロです。昨夜西谷を煽っちゃ、もっとあいつが嫌がることをしよう。どう、あいつがキャッスルを、はい、私組の兵隊を集められるだけ、俺もこれからも、海将の西谷が船を降りたんだろ。それは、はあ、いや、そんなにしたら渡瀬組と鬼人か、それを避けるために会長言わしてるんか。俺分かってる。お前ら大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、今回は大胆すぎません？鶴野、お前は俺がキャッスルにつき、悠長にやる気はねえんだ。わかりましたよ。俺今腹を決めました。いい返事が聞けて。何見とんねん。するの、はい、思ったより頭数が揃わなかったんだな。
追っつけすぐに来ます。せやったら少し待ちましょうか。いや、敵も大した数じゃねえ。ここにいるメンバーだけで十分だ。俺としては結構おるなという印象ですが。ジョーリー、我よう来たやないか。お仲間連れて強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしたるわ。いい感じのおりやな。やっぱ勝ち込みはこうでないと。ああ、向こうも張り切ってるようだ。行くぞ。ギリュウさん、船の制御も奪いました。もうキャッスルは完全に俺らのもんです。いつでも好きなとこに動かせますわ。せやけど下手したらこの船。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんで。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。続いてニュースです。海上1時間コンテナ船船他にも海上保安庁は先生引き続き花輪です。ご依頼のキャッスルの動画先ほど報道に流しました。ああ、さすがに仕事が早いな。助かった。今頃貴人会の会長へも報告されているでしょう。なかなかいい手です。これで西谷は動かずにいられません。放っておけば彼はキャッスルを世間にさらされて全てを失う。今回の報道がその警告であることも理解するはずです。さて、では彼は次に何をしてくるでしょう。俺に連絡を取ろうとしてくるはずだ。そして西谷にとって俺と確実に連絡が取れると分かっているのは鶴野だろうな。やはり極道というのは人に嫌がらせをするプロですね。また何かあれば言ってください。それでは。鶴野です。これは西谷会長。ええ、俺もさっきニュースで知りました。まさかあのキャッスルが乗っ取られるなんて、ほんまに信じられませんわ。あ、ジョーリー、やつがキャッスルの乗っ取り犯。いや、そんな。こないだは確かに蒼天堀で遊んでましたがね、一応客人としてもてなしとっただけで。せやけど
もちろん奴には俺の方から連絡つけます。はい、ほなそちらの番号に連絡させますんで。ええ、わかりました。失礼します。お聞きの通りで、西谷会長が連絡してくれ言うております。お前はグルだって疑われてねえのか？疑われないわけあります。だとしても西谷はなんで身内の渡瀬組がこんな動きをするんか見当もつかん。せやから白黒はっきりせんうちは下手なこと言えんちゅうわけや。ならこっからは短期決戦でいかねえとな。俺らがグルと捕まれる前に西谷を潰す。しくじりや渡瀬組と鬼人会は正面からドンパシだ。東条会との合同解散は計画倒れになっちまう。ええ、確かにその通りや。遅かったじゃねえか、桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのはお前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これは何の真似だ？てめえ何が目的だ？先にふっかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか？とぼけやがって。なら死んだはずの桐生一馬がなんで近江の船に乗り込んできた？ただ遊びに来たって？そんなもん誰が信じる？鶴野も獅子堂もグルだろ。あ？お前なんとか言え！電話に叫んだとこで誰も怖がっちゃくんねえぞ、会長さん。なるほど、上等だよ。ならこっちに顔出してもらおっか。やっと誘ってくれたな。その言葉待ってたぜ。蒼天堀にゴルフセンターがあるな。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか？心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。楽しみにしてるからな、キリグさん。いらっしゃいます。どうするかな。
けてるか？似合うか？コーディネート完了だ。